東日本大震災が起きたとき、日本の子どもたちの力になりたいと、僕の住んでいるドイツをはじめ、世界中の国々から多くの支援が寄せられました。今、ソマリアをはじめ、干ばつや洪水といった自然災害などにより、世界中で困難な状況に立たされている子どもたちがたくさんいます。僕自身もできることをいつも考えています。世界中の子どもたちの未来を守るため、皆さんもぜひご協力ください。